四万十町大正中津川地区にやってきました。セミが鳴いています。夏ですね。そして見てください、この田んぼと集落のこの雰囲気、夏休みって感じがしませんか。今日はここで開催されるある運動会に参加してきます。行ってきます。運動会に全力参加、流罪夏休みスペシャル。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。運動会の実行委員長で地域おこし協力隊の立岡さん、運動会の楽しみ方を聞きました。泥だらけになって、もうみんなではしゃいでもらったらいいなと思ってます。そうなんです、今回のこの運動会、ただの運動会じゃなくて泥んこ運動会なんです。そう、これは田んぼで行う運動会、文字通り泥んこになる運動会なんです。人口およそ50人の中津川地区、地域を盛り上げようと2004年から泥んこ運動会を行っていましたが、新型コロナウイルスの影響で中止が続き、なんと今年が6年ぶりの開催です。待ちに待った運動会にこのメンバーでお邪魔します。チーム高知放送コーチ愛はこのメンバーで戦います。どうぞ。1、2、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 1、
みんななんかもう個性が強すぎ。まずは高知や一部といったらこの人、高知県の笑顔配達人土佐勝男です。よろしくお願いします。イエーイ。そしてまあ芸人枠みたいなもんでしょうけども、はい、もう一人芸人を連れてきました。こちらしばっちです。私芸人じゃないです。しばっち何だっけ。私はですね、今日はアイドル枠でさせていただきます、柴田圭介しばっちです。今日はよろしくお願いします。おー、しばっちはご当地幕末志士アイドル土佐おもてなし勤王党で岡田伊蔵役をしていたご当地タレントです。土佐の人斬り岡田伊蔵役。現在火曜日の土佐こちラジオでパーソナリティを務めてくれていますが、こういうやっぱり芸人枠ですよね。心はアイドルということで。そうですそうです、フレッシュに頑張っていきますよ。楽しみ、ここでメンバーを紹介します。ユーズアイ、リーダーは私高橋龍介。ドロンコ祭りにおじた。笑顔配達に土佐カツオ。夏むき出し。絶対芸人枠しばっち。頑張ります。その体格に期待、井出和隆。初めてのドロンコ頑張ります。ミス破天荒かばやま夏穂。全力で楽しみます。井出かばやまの同期ディレクター岡ちゃん。ドロンコ祭りでジャースティース。報道制作部期待の新人サンシャイン渡辺。今日は応援頑張ります。大ベテラン久保田博史。久保田さんもこのドロンコ運動会参加していただけるの？いやいや、だって今回参加するようになったきっかけが、はい、コーチの記憶でドロンコ運動会のオファーがあったらみんなで行きましょうって言ったので。出演者たち、今年5月、16年前に高知放送が参加したドロンコ運動会について放送していた時のこと。リューズアイで取材に来てほしいというリクエストがあれば行く可能性があるってことですか？そうですね、ぜひとも。やってみたくないです、やってみたくないです。私たちが行くことでね、もし元気になるのであれば、はい、そういう機会があればみんなで行きましょう。今日私は来て応援します。いや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 。誰よりもやる気はありそうな服装ですが、もう気持ちは皆さんに託しますので精一杯頑張ってください。私応援します。いけるところまで頑張ります。そうですよね。超個性的メンバーが揃ったところで、今日はこの個性豊かなメンバーで頑張ります。チーム高知放送高知愛頑張るぞ。
最初の競技は二人三脚ならぬ六人七脚。ゴール地点にある旗を先に取ったチームが勝利となります。しばっち一番左側。オッケー、左側。メンバーは井出アナ、岡ちゃん、リー、しばっち、かばやまアナ、かつおさん、そして私の6人です。第1戦、対するはチームドロンコガールズ。チームコーチ愛は日頃の放送で培ったチームワークを見せられるのか。よーい、スタート。せーの、コーチ愛チーム出遅れますが、ものすごいスピードで追い上げます。幸先よく初戦勝利です。もう一日分の体力使ったね。使いましたね。でも泥気持ちいいね。気持ちいい、あったかいね。今日いけるんちゃうやつ。今日初期でいい感じ。初出場、初優勝。しかしその後の準決勝でチーム四万十バレー相手にあえなく敗退。頑張ったね。悔しいですけど、まだ他の競技あるんで、次の競技でもう一個上目指していきましょう。気持ち切り替えます。いやでも一回いいチームワークはちょっと見られたと思うんで、このチームワークを残して、はい、オッケー、絆深まったよ。じゃあ行こう、まだまだ。続く第二種目はドロンコサーフィン。紐で引っ張られるボードに乗って田んぼを一周。参加チームをチーム番号で半分に分けて戦うリレー形式の競技です。じゃあチーム奇数の皆さん、頑張って勝ちましょう。奇数は割り切れませんけど、ドロンコになることは割り切っていきましょう。さすが。皆さんの気遣いの拍手をもらったところで、いよいよ競技開始。画面右側がチーム奇数。トップバッターはチーム翔ちゃんです。快調な滑り出しで相手との差を広げていきます。いい、抜け抜け、押してない、押してない。おっと、ここでバランスを崩し、相手チームに追い抜かれてしまいます。いよいよコーチ愛チームの番。ボードに乗るのは岡ちゃん、リーです。入社2年目、たくさんの経験を積んできた岡ちゃんの滑りは。おっと、これはさすがディレクター、テレビの作りを分かった素晴らしい落ち方です。そして見てください、この素晴らしいバランス感覚。いい波に乗っています。サーファー岡の誕生です。その後もチーム四万十バレーやチームガラクタの頑張りがありましたが、残念ながら敗退してしまいました。その頃、応援隊長久保田さんはというと、ここまで2競技終わってどうですか。いや、みんな気合が入ってるね、なかなか。やっぱりこれは頑張ってやったら面白いわね、見る方も。活気がいつもと違うかなって感じ。こちらは岡山県から移住してきた女性。ドロンコ運動会は今年初参加だそうです。静かな感じじゃなくて、こういう場所があるんだよっていう、なんだろう、一つの入り口っていうのかな、今までお世話になった集落の人たちを、がこうなんか一生懸命準備とかしてるのを見て、で笑顔とか見れて、私はすごい嬉しいです。そんなドロンコ運動会第3種目は障害物競走。
その名も中津川の珍獣。その種目に珍獣はピンクのゴーグルをして現れた。一つ目の障害物は網くぐり。みんなが先に網を抜ける中、捕らわれた珍獣。網から抜けれてない、ダントツの最下位やん。カボちゃんやっとの思いで脱出成功。脱出した珍獣はドリブルで次のポイントを目指しますが、突如カメラマンを襲撃。そして迎えた最終ポイント。みんながジャンプしボールを取る中、珍獣はコース外から侵入。神出鬼没の珍獣です。カバちゃん、コース虫や、コース。珍獣カバヤマ最下位でゴール。そして珍獣はもう一体いました。珍獣2号、またの名をしばっち。しばっちジャンプや。せーの、もう一回ジャンプ。もう一回ジャンプ。しばっちジャンプや。体の張り方を教えるスパルタカツオ兄さん。ズボン上げて。さあジャンプの最後。みんなの声援を受け、渾身のジャンプ。そして珍獣は去っていきました。感動した、みんな。だったらよかった。みんな大盛り上がりでしたよ。そしてこんな人も。地域に歓声を、こう元気な声を聞きたいと、そういう中で地域の人が元気をいただきたい。16年前インタビューに答えてくれていたのは、運動会を開催している集落活動センターの林さん。今年もいらっしゃいました。お変わりないですね。前半戦最高です。6年ぶり、本当にこんな歓声が聞こえて大変嬉しいです、ね。やっぱり普段は全然静かなもんです。いや本当に閑散としてますので、本当に今日一日こんな歓声が地域に響くっていうのが、ね、大変嬉しいことですね。子供から大人までみんなの笑い声が中津川に響きます。そして午前の部最後の種目は、ドロンコ運動会一番の盛り上がりを見せる男相撲。各チーム2人ずつ出場し、トーナメント方式で対決していきます。大人君と勝ち。しばっち、しばっち、しばっち。コーチ合1人目は珍獣しばっち。どうだ。しばっち撃沈。そして次はこの男、井出和孝。負け続きの高知愛チームを救うことはできるのか。見た目スノーブ。さあその体格で悲願の一勝なるか。対するはスラッと細身のお兄さん。井出アナ、相撲部さながらの息遣いです。しかし惜しくも敗退。
じさん。いや、返せない。放置合い一勝もできません。優勝争いは四万十バレー浜谷さん対チームガラクタ芝さん。豪快な投げで浜谷さんが見事勝利。ちょっとずつ食べたら1年分のお米が送られました。来月40歳になるしばっち、そろそろ体力が持たないお年頃。いや正直前半で体力全部使い果たしてしまっているので、このカレーで体力回復して午後なんとかもっと楽しいことができるように巻き返していきたいです。お昼に販売されるのはカレーライス。地元の婦人部のお母さんたちが手作りした特製カレーです。今朝は何時ぐらいから準備されたんですか？7時からです。7時ぐらいから、はい、しばらくぶりで、うん、いいですね。他にも地元のお米で作ったおにぎりやちらし寿司。お母さんたちの愛情でパワーチャージさせてもらいました。いよいよドロン運動会は午後の部女子相撲へ。一体どんな女の戦いが待っているんでしょうか。